ヨハネの福音書10章1から2節、誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。羊の囲いはイスラエルの国を意味します。イスラエル、イエス様は彼らにご自分は門から入ると言っておられます。主はさらに誰でも門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗であるとも言われています。主がここで主張しておられるのはすごいことです。主は門から来られました。主は合法的に来られたのです。つまり、主は旧約聖書の預言の成就として来られたということです。主は律法のもとに来られました。イスラエルは羊の囲いです。イエス様は良い羊飼いです。ヨハネの福音書10章3節、門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。門番は聖霊様です。神様の御霊がイエス様の上に来られ、主が行われたことはすべて神様の御霊の力で行われたのです。聖霊様は主の羊が主の声を聞くように耳を開けられます。主はヤコブ、ヨハネ、ナタナエルとピリポを呼ばれました。主はエリコの木の下に立ち止まられ、ザーカイを呼ばれました。主はご自分の羊を名前で呼ばれます。謙虚で主イエスがご自分の者たちをこの世から呼び出されるとき、私は主の呼び声には一人一人の信者の名前が含まれていると信じています。そしてもしあなたが主の羊であるなら、主はあなたも呼ばれるのです。あなたは自分の名前を主の呼び声で聞くのです。ヨハネの福音書10章4節、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。羊は自分の羊飼いの声を知っているのです。羊飼いが丘を越えていくと、その人の羊は囲いから出て、彼についていきます。羊は彼を知っています。私たちが神様の御言葉を伝えるとき、イエス様がご自分の羊を呼んでおられるんだということを知るのは、この世で一番素晴らしいことです。神様の御霊が門を開けてくださる門番です。そして羊は聞くのです。立法的な体制から、そしておそらく彼らが養いを受けることのないような教会からさえも、主はご自分の羊を導き出されます。人が神様の御言葉を説教するとき、羊はそれを聞くのです。私たちはそう信頼しています。ヨハネの福音書10章7から8節、そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。主ご自身が羊の門であると言われます。主イエスはイスラエルから出てくる人々のための門です。彼らはついさっき盲人を街道から、つまり羊の囲いから追放しました。すぐさまイエス様がこの人のところに来られて、ご自分を彼に示されました。主がこの人にご自分を示された時、主はこの人のための門になられました。ブドウの木は旧約聖書の中でイスラエルの国の象徴です。しかし信者の枝をブドウの木につなげるのは、もはやイスラエルの国とのコネクションではなく、主との関係であるということです。ヨハネの福音書10章9から10節、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス・キリストは道です。主は唯一の道です。主は出ていくための道であり、入るための道でもあります。主は私たちに豊かな命をもたらすために来られました。イエス・キリストはユダヤ人にとっても、異邦人にとっても門です。主は救いの門です。出たり入ったり、牧草地を見つけたりすることは、キリストイエスにある神様の子供たちの自由です。ヨハネの福音書10章11から13節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。主は永遠の命に向かって開く門です。主はご自分の者たちを守られる方です。主は同時に良い羊飼いでもあられます。イエス様はまた羊、神様の子羊とも呼ばれます。どのようにして主は神様の子羊であると同時に良い羊飼いでいることができるのでしょう。聖書の中で最も栄光に満ちた真理の一つです。人となられた主が子羊になられたという事実は、イエス・キリストの人間性を強調し、主が良い羊飼いであるという事実は、キリストの神性を強調します。主だけが尊く、私たちを救うことがおできになりました。良い羊飼いである方は、羊のためにご自分の命を与え、ご自分の者たちを守られるのです。ヨハネの福音書10章17から18節、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これらすべてのことは父なる神様の御心であると主は言われます。父なる神様は主が私たちのために死なれたからこそ主を愛しておられます。主は私たちのために死んでくださったのですから、私たちもまた主を愛するべきです。主はご自分の魂を罪のための生贄とされ、3時間の暗闇の間、十字架の上で父なる神様は主の上に世の罪を置かれました。主はあなたや私のために地獄を通られました。良い羊飼いである方が羊のためにご自分の命を与えられたのです。主は死なれる必要はなかったのに、世の罪のために進んでそうされたのです。主はご自分の命を捨て、もう一度それを得る権威を主をされました。ヨハネの福音書10章27から30節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。羊についている持ち主の役員は従順です。誰かが救われているかどうか知りたいのだったら、その人がキリストに従っているかどうかを見てください。私たちの耳は主の御声に対して開かれていなければなりません。私は絶対に何一つ主に説明する必要はないのです。主は私が口実をでっち上げているときにはそれをご存知です。主は私が問題をはぐらかしているときにもそれをご存知です。主は私を理解しておられます。主はご存知です。もし羊が安全なら、それは羊が利口だからでも賢いからでもありません。その羊に良い羊飼いがいるからなのです。そして主は主と父とは一つであると言われます。主はご自分が神様であることを主張しておられます。
ヨハネの福音書10章34から38節。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。彼らの非難は主が人でありながら自分を神としたということでした。主は彼らに詩編82編6節を引用されました。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆意図高き方の子らだ。人間は神様の子供となるために召されています。でも、イエス様がユニークなのは、主は父が聖であることを示した人であるからです。主はこの世の他のどの人とも違っています。主はこの世に使わされました。主は父にあり、父は主にあるのです。